2016年3月16日、ドイツ紙ビルトによると、先日、ミュンヘン近くのポイングで、中国から来たコンテナの荷下ろしをしていた60人余りの作業員が、中毒症状を訴える事故があった。17日付で環球時報が伝えた。ドイツのファッションブランドの作業員が、14日午前、中国から輸送されてきた靴をコンテナから下ろしていたところ、相次いで、めまいや吐き気の症状を訴えた。同社によると、このうち症状の重い9人が病院に搬送され、50人余りが治療を受けている。専門家が問題のコンテナを調べたところ、農薬の成分が検出された。同社の代表は、アジアから来るコンテナには、貨物が虫に食われないように殺虫剤が撒かれていることがあると話していて、このコンテナは中国に送り返すという。